ふるさとは一つです。じゃあ、小千谷市出身の石田の望みと言います。よろしくお願いします。まず明るいナンバーから笑おうという曲を歌いたいと思います。笑おう笑おう
ことがあってもイライラしない、バカにされてもはるかはない自分を信じていれば、振られてもくよくよしない、当たっていくだけなんだから、一切良いだろう、感情のコントロールできないのは自分に自信がないから、そんな頭を楽にして笑おう笑おう笑おうよ、どうにかなるから、じゃないか、笑っていれば幸せさ、世間に馴染めなくても笑顔でいれば自然と仲間が笑いの
Thank you.
さよならは寂しい。でもまたここで会おう。だからその時までみんな笑顔でいようよ。
AKB で、彼女と、宮たけし君の、曲を
今回、2曲目から丸山京一郎さんの、最強の遺伝子を引き継いでます。ギターも歌も何でもやってます。スーパー高校生丸山晴さんです。Thank you.
Thank you.
今は
Thank you.
Oh!
ありがとうございます。
Thank you.
Yeah.
Thank you.
た月の光に誘われてモフラーの気持ちになってハミングしながら明日ももがいてくゲートウェイ探してこうぜまっさらな心を持ってさよなら私の臆病虫ちゃん
孤独すれば身をつけるとか、はびこるありがたいお言葉、本当はどうでもよかった。優しい声に見すまして、美しい襟目を凝らして、感じていたいいつまでもいつまでも
今日皆さんお集まりいただきまして大変ありがとうございました。ありがとうございます。まずはいつもうちのイベントで、助けてくれているプチアダルトの皆さん、大変ありがとうございます。皆さん拍手お願いします。さらに半分です。モニター見てて来てください一人で。ありがとうございます。そしてバーボン木村トリオ素晴らしい本当でこのイベントを通じて知り合いになりましたが本当に素晴らしい皆さんね、木村さんをまた実力者2人が支えて本当に素晴らしい皆さんに見ていただいて本当に演奏力がものすごくて、これからも仲良くしてもらいたいななんて思いました。バーボン木村トリオの皆さんに拍手お願いします。そして大トリオを務めてくれた林優さん、彼は本当にうちのステージに立ってくれるような本当数なんて本当すごい、人気者なんですけど本当に今日はありがとうございました。こんなすごい才能が中岡いたんだなと思って今回びっくりしたんですけど林優君に拍手ありがとうございました。我々カワロックはですね、音楽で街を元気にということをスローガンに頑張ってます。今回青森中岡で初めてさせていただきまして、これからも年に1回ぐらいやったらななんていうふうに思っていますので皆さんお時間あったら遊びに来ていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。では最後皆さんご存知のベンビーキング、スタンドバイミーみんなで、持ち前で歌って終わりにしたいと思います。それでは山本和也君よろしくお願いします。
くので、一緒にご参加ください。どうもありがとうございました。